はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。バイオリン組織者の西谷邦人です。今日はですね、10月31日でございます。10月最後ですね。アメリカから帰ってきても完全に10月がなくなっちゃってるんですけど、今日はですね、郵便局広告というのがあります。で、何かというと、郵便局で、フライヤーとか、ポスターが、を掲載してくれるっていう、そういうサービスなんですね。で、それを私今回20箇所以上、申し込みまして、それを一つずつ回っていくという作業を一日でやってみたいと思います。お楽しみに。はい、ではまず、一つ目の郵便局は石神郵便局です。私の石神中学校、母校の石神中学校から徒歩1分にあるんですけど、ここの郵便局でちゃんとね、載ってるのかどうか、掲載されてるのか、ちゃんとポスター貼られてるかどうか確認してみたいと思います。多分ね、貼られてると思うんですけどね。で、中はやっぱりね、ご迷惑かけちゃうんで、写真だけにしたいなと思います。石神郵便局、ど真ん中に飾っていただきました。すごい豪華な感じのね、額縁みたいな中に入ってたんで、かなり嬉しいです。このまま行っていきたいと思います。次は石神公園駅前。郵便局に行きたいと思います。では次は石神公園駅前の郵便局です。ここですね。実はこの回り方の郵便局の回り方なんですけど、チャット GPT で、計算してもらって、それを、なんていうのかな、計算してもらったあの回り方なんですね。弾き出した回り方。はい、石神公園郵便局です。じゃあ行ってきたいと思います。石神公園駅前郵便局ですけど、なんと、レジの下に特別に貼ってもらうこと、に成功しましたと。貼ってもらいました。本当にありがたいです。では、どんどん次行ってみたいと思います。次は練馬高野台の、郵便局に来たいと思います。ここからは電車移動でございます。はい、練馬高野台、石神公園の隣の駅、練馬高野台に着きました。練馬高野駅といえばね、私が盲腸でお世話になっている順天堂大学練馬病院がある場所でございます。さて、練馬高野台の郵便局、練馬高野台駅前郵便局に着きました。こちらでございます、ね、こちらでございます。はい、着きました。では、ちゃんと掲載されているかどうか確認しに行きたいと思います。はい、結構見事にね、いい場所に飾ってもらいました。練馬高野台の、駅前郵便局では、ATM 前に、わざわざ土日にも、見てもらえるようにというお気遣いをいただきまして、ATM のそばに、ポスターを貼っていただきました。ありがたいことです。では、次行ってみたいと思います。なんか郵便局マニアみたいな感じですね。時刻はね、今ね、9時。25分です。9時25分で3件目来たんで、まあいいペースかなと思います。今日1日でね、回れるんかなと思いますけど、まだね、郵便局が閉まってしまうにはまだ時間があると思いますんで、できるだけ行ってみたいと思います。はい、では、江古田につきまして、練馬、旭ヶ丘郵便局に、参りました。時刻は9時42、3分でところですね。じゃあ行ってみたいと思います。ちょっとね、ATM のそばに、また飾っていただいてたんで、ちょっと若干、今、混む時間になったんで、営業妨害みたいになっちゃうと、ちょっとね、まずいんで、さささっと取って、出てきました。こんな感じですね。で、今からは池袋ですね、豊島郵便局サンシャイン、そして、まあだから池袋、東池袋ら辺側に行きたいと思います。はい、池袋にやってきました。ここからはですね、サンシャインの郵便局を行きたいと思います。実は、迎撃の中に入っている郵便局も行ってみたかったんですけど、ちょっと改装が始まったみたいですよね。それに伴って、迎撃が、東京芸術劇場ですね、の郵便局が、申し込めなくなったんです。ちょっと待ってくださいね。はい。早く行かないと。よいしょ。ということでね。サンシャイン通りの方行ってみたいと思います。そこから東池袋で、五国寺九段下と向かっていきたいと思います。サンシャイン60、来ました。サンシャインの郵便局なんですけど、どこら辺だったかな？ここら辺だったと思うんですけどね。上だったかな？
ここら辺のはず。あった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 。ちょっと待ってくださいね。いや、結構ね、疲れますよ。さあ、5軒目となりました。サンシャイン60内郵便局ということでね、こちらでございます。よし、では探しに行きたいと思います。時刻は10時10分でございます。結構まあいいペースじゃないですか。5軒目もありました。サンシャイン60郵便局ですね。結構ね、あの一番右の端っこに飾ってもらってたんで、かなりいい場所で、目立つ場所に飾ってもらいました。嬉しいですね。やっぱりたくさん広告したんで、ちょっと優遇してくれるのかもしれないですけど、わかんないですけどね。じゃあ次行ってみたいと思います。はい、時刻は10時25分です。ご告示に来ました。郵便局。次はですね、文京音羽郵便局ってとこですね。もともとね、ここら辺は東京の附属高校があったりして、音楽にはね、音がついてるぐらいですから、有名な場所です。じゃあ行ってみたいと思います。文京音羽の郵便局でした。結構ね、ATM 前の、おっていうところに貼ってくれてるんですよね。皆さん今回、今これ7、ん?待ってください。石神駅前、高野台、江古田、サンシャインか。で、6軒目となるわけなんですけど、結構、ATM 前っていうのが多いですね。結構立派に飾ってもらってます。本当にありがたいです。じゃあ次行ってみたいと思います。これね、若干バテてるんですけども、すでに。なんですけど、やっぱりポスターを見るたびに、ちょっとやっぱり次行ってみよう、次行ってみようってなるんですね。なんで次行ってみたいと思います。次は九段下です。では7つ目の、郵便局です。九段郵便局です。これも、なんでここ選んだったってくらい、もうちょっと疲れてきましたね。はい、では九段郵便局行ってみたいと思います。九段下も、九段郵便局もいっぱいいいところに飾ってくれてました。ど真ん中にね。最後にね、撮影して、何もしないで出てたところ、郵便局員さんにありがとうございましたって言ってもらいましたね。素晴らしい郵便局でした。じゃあ次は、一気に、東映新宿線で西側に向かいたいと思います。オペラシティですね。初代にある、オペラシティ、オペラが有名、オペラとかね、東京フィルハーモニーのね、本拠地がありますけど、そのオペラシティの郵便局に来ました。8軒目ですかね。これです。オペラシティ郵便局、じゃあ行ってきたいと思います。はい、オペラシティの郵便局でした。いや、びっくりしたのは、レジのね、受付の下に、貼ってもらってたんで。まあ、ちょっと若干目立たないかもしれないですけど、でも結構あそこって本当はいい場所で、実は、お金もかかるって言われてたんですけど、でも、多分あまりまあ申し込みがなかったですかね。せっかくなんで、ちょっとオペラシティのこの階段、ね、素晴らしいですね。それましたんで、じゃあ次、どんどん行きたいと思います。次は笹塚ですね。で、その後は西側に行ったら、一気に東側に行きたいと思います。新宿までね、戻りたいと思います。今、京王線笹塚の駅までやってきました。時刻は11時25分です。なかなかいいペースかなと思います。9箇所目かな ?8 箇所目かなもうわかんなくなってきた。ちょっと探してみたいと思います。ここら辺にあるはずなんですよね。なんで笹塚を選んだかというと、やっぱり音楽が盛んな、やっぱり路線というか、なんですよね。ないぞ。あ、そこか、そっちか。ニトリがあるところだって書いてあったからここら辺だと思うんですけど、行ってみたいと思います。鈴鹿駅前郵便局はこっちだって書いてますね。ちょっと分かりにくい。あ、こんな感じの郵便局ですね。ちょっと分からないで申し込んでしまったんでね。でも結構郵便局に行く人結構いるんで、必ずしも効果がゼロということはないかなと思います。では郵便局はこっちと書いてみたいと思います。まだですか。ぐるぐる回って、お、見つけました。これですね、郵便局。さてか前駅郵便局来ました。じゃあ探してみたいと思います。
はい、笹塚駅前で撮ってきましたね。なかなかいい場所に貼ってもらえて、中央に貼ってもらって、もうおってみんなが思ってくれる場所じゃないかなと思います。すごいありがたいです。では、次は一番西、東方の音楽大学ね、あります、仙川キャンパスね、ある仙川に行ってみたいと思います。ちゃんと貼ってもらえてるかな。10箇所目ですかね、仙川行きました。京王線のね、結構おしゃれですよね。東方学園大学がある、ところですけど、ここら辺のはず、ここら辺のはずなんだけど、ちょっと待ってください。では、着きましたね。東方音楽大学に通う先生とか、生徒さんたち見てもらえばいいなと思います。学生さんたちに、調布仙川郵便局来ました。じゃあここでね、探してみたいと思います。わずか滞在時間5秒ということでね、5秒で見つけましたんで、 ATM のそばにありました。ドーンと結構わかりやすく貼ってくださったんで、嬉しく思います。ありがとうございます、調布仙川。では一気にもうここの駅もわずか5分ぐらいで、戻りたいと思います。次は新宿に行きたいと思います。一気に東に戻ります。お腹空いたんですけど、どっかで食べてきたんですけど、やっぱり時間がないですよね。5時までなんで、六本木とか麻布の方も回りたいし、銀座の方で1時間ぐらいで回ればいいなと思ってるんですけど、まあ頑張ってみたいと思います。できたんでね、もう今11時55分ぐらいです。ちょっともうでもただ時間がないんで、レストランに入るね。これ面白そうなんで、おむすび買っていきたいと思います。新宿に戻ってきました。じゃあ新宿駅南口郵便局見つかりましたんで、電車内でね、もうトイレも行きたかったんですけど、我慢して頑張ってきてます。新宿駅南口郵便局、じゃあこれで探してみたいと思います。現在は、現在は12時20分ね。だんだん焼けくそになってきました。新宿南口、の、郵便局です。ちょっと撮影してたらね、撮影ですかっていうことで、困りますみたいな感じだったんですけど、ポスターをね、貼ってることを、今したらどうぞっていうことで、優しくしてくれました。結構ね、郵便局と郵便貯金の、場所が違うみたいなんですけど、そこの、新宿南口店は。それのね、階段の目の前で、いい場所に貼ってもらいました。ありがたいです。新宿でございます。それでは、今から代々木まで歩きたいと思います。結構なもう移動距離です。現在は、12時25分です。やけくそですけど、頑張ってみたいと思います。一気に、西から東へ。その後はね、僕の足が持てば北東まで、浅草ですねまで行って、でその後新宿に行ってじゃない、違う、雷門から銀座ですね、汐留近で、やっぱりね、築地浜離宮朝日ホールの宣伝してるわけですから、浜離宮朝日ホールのね周辺の、郵便局はたくさん、お願いしますので、そこら辺はガン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 やっていきたいと思います。なんか、代々木に郵便局っていうの見つけました。なんかもう郵便局見るだけで入りたくなっちゃうんですけど、ここは別に申し込んでないんで、スルーしたいと思います。もう若干郵便局が、ディズニーなんじゃないけど、郵便局が、なんか目標場所になってきてるというか、行かなくちゃいけない場所みたいな、そんな感じがしてきましたね。もうだんだんおかしくなってきました。まだね、そんなにね、半分ぐらいだと思うんで、頑張っていきたいと思います。代々木駅前郵便局と聞いてたんですけど、代々木駅前ではないです、ほぼ。ちょっと遠かったです。目的地に到着しました。お疲れ様でした。皆様ね、疲れが見えてきてると思います。来ました。代々木駅前郵便局でございます。代々木駅前さんの、郵便局に来ました。ちょっとね、探すのを苦労しました、ポスター。意外と1階の、四角みたいなところにあったんですけど、まあでも、
ガバッとね、写真の通り貼ってくれましたんで、ありがたいことでございます。それでは一気に東に向かいたいと思うんですけど、これね坂なんですよ。ほらここをね登らなくちゃいけないですね。駅に向かうときにもうかなり足が痛くなってまいりました。まあでもね、アメリカから帰国して今3日目なわけですけど、時差直しにはもってこいですね。運動しなくちゃいけないんでね、いいかなと思います。じゃあ行ってみたいと思います。次、今錦糸町の駅前にやってまいりました。さあ時刻は1時13、4分あたりですね。いやだんだんね、もうちょっと逆に心配になってきましたね。ちゃんとどのくらい回れるのかと。郵便局はどこやねん。あれ、ちょっとまた探してみますね。郵便局は錦糸町駅前郵便局はまさかの3階建物にある、駅出て右に出たとこ3階にあるということでね、まさかの3階で今、来ました。3階郵便ポスト、さあこれでございますね。はい、来ました。じゃあ入ってみたいと思います。錦糸町前駅の、駅前の郵便局は受付の人がいてくださって、ニコニコ対応してくれました。でもう入ってすぐ右側にポスターがあったんで、もう一瞬で見つかりました。みんなも見てくれてるんじゃないかなと思います。錦糸町はね、シニフィルの本拠地でもありますんで、音楽に盛んな場所でございます。いろんなホールがあります。コンクールもやってます。では、こっからですね、一気に北に向かって浅草に向かいたいと思います。雷門前郵便局行ってみたいと思います。はい、浅草に着きました。浅草です。お、雷門郵便局出口 A3 出口出てすぐです。やった、近かった。雷門郵便局です、ね、じゃあ行ってみたいと思います。雷門郵便局、ポスターを探すわけなんですよ、郵便局に入って。なんですけどやっぱりね、すぐには見つけられないですね。10秒20秒かかりますね。ではまた降ります。このね、階段がとにかく辛い。今日も何回上り下りしたかわからない。エスカレーターがあるところも見えないところありますけど、浅草はつけといてよって思いますね。観光するところ長いですからね。じゃあここからですね、一気に汐留銀座エリアに、あと京橋のね、そっち側のエリアに行きたいと思います。何箇所あと回れるかな。5時までですからね、基本ね。新橋経由で汐留に着きました。じゃあ汐留のシティセンターの、郵便局ですね、来ました。じゃあ行ってみたいと思います。なんと外に飾ってくれてました。嬉しいですね、これはすごいありがたいです。じゃあここからですね、銀座方面ですね、つまり浜離宮朝日ホールの周辺の、郵便局を、回りに回りまくりたいと思います。はい、ちょっと若干ズルしました。タクシーを使ってしまったんですけど、銀座並木通り郵便局、ちょっと分かりにくいかな、こっちかなですね、3階になるみたいです。行きたいと思います。3階ですね。こういう感じのとこだったんですね。ちょっと知らないですけど、まあ行ってみましょう。銀座並木通り郵便局のは3階にあって、こうエレベーターを上がってパッで目の前にある、目の前に郵便局があるという、そんな感じでした。では、ここから近い、銀座通り郵便局っていうのがあるみたいなんで、それに、行ってみたいと思います。大体5分くらいみたいです、歩いて。銀座の店に来ております。伊藤屋ですね、伊藤屋がある裏辺のところです。今もうすごいですよ、15軒もあったかな。もう現在は2時20分です。9時から始めてね、だいたい5時間目になるわけなんですけど、ね、映してる人もいます。また3階ですね、上がるんですね。郵便局見つけましたけど、行きたいと思います。3階
ここは一等地ですから、日本で一番土地が高いところですから、郵便局をのビルディングだけっていうのはいかないですね、きっとね。その中に入れないといけない。で、まあ、3階どちらも並木通りも普通のこの銀座通りも、3階にあるということで、さあ行きます。ここです、銀座通り郵便局でございます。じゃあ行ってみたいと思います、探してみたいと思います。はい、銀座通りの、郵便局でした。3階でね、しっかり飾られてました。素晴らしい。で、次で、結構連続で行ってて気持ちいいんですけど、あんまりね移動時間が長くなくて、次は京橋です。でね、京橋はなんか2つあるみたいですね、なんですけど1個は分かんですけど、ちょっともう1個はなんか違う場所にあるような感じがして、ちょっと若干分かりにくいんですけど、まあとりあえず1個の方は確実に5分以内、徒歩5分の場所にあるんで、そこに行ってみたいと思います。はい、京橋来ました。京橋の郵便局ですね、京橋通り郵便局ということで、これは1階なのか2階なのか、これは ATM だから2階にあるはずですね。じゃあちょっと2階に行ってみたいと思います。こういう感じですね。ここホテルまで、タクシーで来ました。タクシーで来たんですけど、なんか恥ずかしいですよね、若干ね。ホテルに泊まるわけでもないのにボーイさんが出迎えてくれます。じゃあどこかな、帝国ホテル内の何なんですけど、帝国ホテル内に あるはずなんですけど、どこかな、郵便局はこっちかな、こっちじゃないな、こっちじゃないな、どこかな、ちょっとわかんないんで、あ、ショッピング街にあるかな、知ったかな、ちょっと聞いてみちゃいます。まず一番行った中で高級な郵便局になります。宴会ロビーを左だと、ちょっとね、ちゃんとした服で着といてよかったです。これですね、郵便局、郵便局左って書いてある。これを出て左なのかな、ちょっとわかんないけど行ってみますね。出て左なのかな、あったありましたよ、ほら。じゃあ帝国ホテル内郵便局でございます。来ました。はい、六本木ヒルズ来ました。六本木ヒルズの郵便局ですね。ちょっとね元気になりました。やっぱりタクシーでね運動するって、タクシーで移動するってすごい楽ですよね。まあ、ちょっと若干3分から5分くらい仮眠したんですけど、それだけでも全然違いますね。時差がね取れていきますからね。じゃあ行っていきたいと思います、六本木ヒルズ。はい、そうですね、六本木ヒルズ店郵便局どこにあるんでしょうか、探して頑張ってやっていきたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいね、こういう感じですね。はい、六本木ヒルズです。ここにね私のポスターが貼ってあるってだけでもちょっとはテンション上がりますよね。はい、では六本木ヒルズ郵便局、六本木ヒルズ店ここら辺にあるはずなんですけど、さあどこかな、郵便局あった感じがし、心地がいいですね。ここはクリーニング屋さんかな、ちょっと違いますね。あった、六本木ヒルズ郵便局店、見つかりました。入って探してみたいと思います。六本木ヒルズ郵便局店には2秒で見つけました。ポスター2秒でカシャッとやりましたんで、これで20件目になります。現在時刻3時10分です。最初のね石神郵便局から20店舗、目となりました。6時間かかっております。もう西へ東へ動いて
今は東京の都心をぐるぐる回ってます。この後ね、麻布十番と麻布台ヒルズ店、あと目黒、中目黒駅ですね、とあと豊島郵便局っていうのは池袋にねあるわけなんですけど、そこに行くかどうかですよね。今ねちょっと迷ってますけど、もうねちょっと足が限界なんでね、そろそろ終わりにしようかなと思っております。今六本木の駅の前なんですけど、力尽きました。もうさすがに20店舗あったらもう疑いの余地はないでしょうということでね、他に、今日行かなかったところ豊島郵便局、中目黒郵便局、東京の大学ですね、あとは麻布十番、麻布台ヒルズ郵便局、そして恵比寿ガーデンプレイスの、5店舗ですね。まだ5店舗、あるんですけど、もう信じますということで、皆さんもしよかったら、見つけたら写真で送ってもらったりしたら嬉しいです。今行ったところでも、もし私のポスター見つけたらぜひ写真を、SNS 上とか、ね、とか私に送ってもらえたら、嬉しいなと思います。それでは、今日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手は私、西谷邦人でした。ご視聴ありがとうございました。